全女性の、そうだ、なんか別に代表でも代表する権限とか権利なんてないくせに代表ずらしてさ、なんか言うてっからさ、揶揄されんねんな、バカにされんねんな。どの面下げて代表ずらしてんのってことやんな。うん。俺ら別に男性の代表ずらなんかせえへんやんな。うん。ただまあ、大雑把に言うて男っていうのはこういうもんですよみたいなことは言うかもしれんけど、別に自分が全男性の代弁をしてるなんて思ってないし、なあ、そんないろいろやんな、男がってな。それ、っていうことを分かりながら喋ってるつもりだけど、お前こういうピンクみたいなやつは、なんかもうなんか女性って言ったら、女性っていう共通項だけでもうなんかみんな一緒のような考え方とか生き方をせなあかんみたいな言い方すっからさ、から嫌われてるんだよ、君たち。女性からも嫌われてるんだよ、お前ら。ね。俺もまあ一応知り合う女性、知り合う女性にもこういうフェミニストっていうこういうアホな奴らがいましてね、みたいな説明をするんやけど、みんなバカにするよ。みんなバカ、そんな、女性差別なんてあるわけないじゃないですかってみんな言ってるよ。みんな言ってる。女性差別があるって感じるとか聞くんやけど、いや、ないですね。得してるとしか思えないんですけどってみんな言うけどね、女性はね、みんな言ってる、どう考えても得してますって言う。俺の調査によると 100% お前らの意見には賛成できひんらしいで、女性の皆さんは。俺の聞いたところやけどな。俺はまあまあそれ何千人もサンプルしてないけどな。それはまあお得ですよね、まあ、どこまでも得や思うわ。